皆さんこんにちは、大地と緑の探検隊の斉藤です。本日はですね、秋田県仙北市にあります田沢疎水、こちらのですね、滝帰り投資港に来ております。今回のこちら、見どころはどこなんでしょうか？はい、この険しい渓谷の中に作られた投資港で、この投資港で今進んでいる改修工事、これがまず1点目です。2点目がこの仙北平野に向けてこの水を引いているんですけども、そこの水を引くことによってこう扇状地の上とこう開拓されていった2500ヘクタールの開拓地、この2つが見どころになります。なるほど。で今回はですね、こちら見ての通りのですね、美しい紅葉の景色、こちらも見どころになっております。それでは本日も探検していきましょう。紅葉にみどれでまったばって、これから滝帰り投資港を紹介する班で、滝帰り投資港は昭和17年に完成したフィックストタイプ固定席で、土砂掃き部分が可動部になってるんだっけ。最大取水量は 12.12 トン断図。ちょうど今可動部取水口の改修工事を行うネバマイ班で、固定部の一部を切り替えて水を借り回ししているんだっけ。水源となってる山も紅葉してるな。改修工事で重いものを連ねば前半で、仮設のタワークレーンを作ったんだ。てばさ、道がね、現場にどうやって材料を運んだんだべ。ここはさっきの取水口からつながってる、普段は水が流れてる水路だべ。正解は、普段水が流れている水路に線路を引いて運んでいるドンズよ。資材はこうして線路に下ろしてるんだな。へはレールスクーターに乗って探検だ。はい、それでは行きます。はい、お願いします。いやー、こんなのに乗れるなんてすごいですよね。ちなみに乗り心地は、正面に見えてきた車が切り口車といって、普通の道路と線路と両方走れる車になってますね。ここからちょっと早送りしていきます。ここからトンネルになります。トンネルめっちゃくねくねしてるんですけど、これ昭和10年代に作ったっていうのはもうすごいことですよね。ところどころですね、この左側の壁にこう白いボックスみたいなのが見えるんですけど、これはですね、Wi-Fi の中継装置になっていて、これでですね、トンネルの中でも通信ができるようになってますね。そうこうしているうちに着きましたね。実際はこう7分ぐらい乗ってましたね。いやー、下から見ると迫力ありますね。ここは取水口で、操作するところがね、かなり高くなってますよね。これはここに歩道がついていて、操作する人がこの上から操作して、この下のね、扉を開けて水を取り入れるという形になります。これが土砂化けで、時々ね、このゲートを開けて取水口の前に砂がたまらないようにする施設になります。これがですね、古い土砂化けのゲートですね。だいぶ錆びちゃってますよね。今の2代目の投資工は昭和63年に完成したものだそうです。でね、ゲート変えるときに簡単には変えられないので、この間をね、切り取って交換していくという形になりますね。で、川の中の工事現場なんで、こう少しね、こういう小高いところを作って水が増えてきたときは避けられるようにしてますね。このね、赤、黄色、青でね、川の高さを分かるようにしてますね。紅葉真っ盛りの奥羽山脈、その麓に今でこそ広大な美田が広がる、ここ仙北平野だばって、昭和初期までは鬱蒼とした原生林と小さな湿田が点在する荒野だったんだな。1826年、秋田藩第10代藩主佐竹義弘公は玉川をせき止めて水を引く工事に取り組んだんだばって、洪水に流され3度失敗。その後取水口を上流に移し、
トンネルを掘り抜いたりして、1833年にようやく30キロに及ぶ尾石を完成させたんだな。だばって1854年の大洪水などにより尾石はほぼ使用不可能となり、その後の復旧計画も頓挫し、この地の開発は昭和までまだ寝ばまいがなったんだ。昭和12年、戦前の食糧難を解消するため、ようやく国営田沢疎水開拓建設事業が着工。滝ヶ入投資口からの導水と合わせて2500ヘクタールの水田が開かれたんだ。その後さらに扇状地上段を開発する第二田沢開拓建設事業、下流の溶排水を整備する仙北平野農業水利事業などが行われ、今の美しい仙北平野が形成されたんだな。ちなみに現在、滝ヶ入投資口をはじめとする田沢疎水関連施設の老朽化が進んだ班で、国でリニューアル工事をやってるんだ。この地を開き守ってきた昔の人に感謝し、次の世代に引き継がねばまいな。はい、本日は、滝ヶ入投資口と田沢疎水と、こちらの方を見てまいりました。本日の探検はいかがだったでしょうか。いやー、ここから見える景色の大半がもう100年前はもう山林原野だったわけですから、これがもうこんなになる、もうこれはねもうすごいことです。そして先人たちの遺産を現代の技術で新たに蘇らせて次世代に引き継いでいく、これもすごいことです。まさにこれはガイガイスー。はい、というわけでですね、今回はですね、先人が切り開いた水というものとですね、その水によって潤された大地というところをですね、見てまいりました。今回の動画がですね、良かったなと思われる皆さんですね、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。バイバイ。